地震防災チェック。もし巨大地震が発生したら、市民一人一人が自らの命を守り避難を行うことが重要ですが、同時に行政機関の適切な初動対応が問われます。新年度が始まった今月、県は大規模地震を想定し、全職員を抜き打ちで参集させる訓練を行いました。地震発生、強い揺れ、強い揺れ、姿勢を低くしてください。20日に県庁で行われた訓練は、4月の人事異動に伴い各部署の動員体制の確認と災害対策本部の初動体制の確保などを目的に、職員に事前告知なしで行われました。訓練は県内で最大震度7の巨大地震が発生したという想定で、発災から直ちに災害対策本部が設置され、川勝知事をはじめ職員が続々と登庁しました。発災からおよそ30分後には必要とされる人員の 87% が集まり、参集状況の把握や各市町の被害情報の収集などが行われ、およそ1時間後には災害対策本部で会議が開かれました。防災訓練を行う意義について川勝知事は、年度の初めはそれぞれ人事異動がございまして、部局が変わると、したがって部局において危機の時に何をするかと人々が確認するということが大事ですが、初動体制の一番大切なのは、その本部員、また方面本部、決定を下す人たちが集まるということですね。で、一定の数がなければ本部員会議も開けないと、いうことで、それぞれ目標値を定めています。災害発生から30分で、3分の1を来てないといけないと、それから1時間経っては2分の1を来てないといけないと。この時期同様の防災訓練が県内の各市町でも実施され、職員たちは有事の際の対応について確認していました。県と市町が連携し、情報を共有して的確な対応をすることが災害時には重要です。まず情報収集しなくてはいけないわけですね。デジタルのシステムを作り上げておりますので、すべての市町に情報の端末がございまして、その端末を通して県の職員がそこに行って情報を収集して、その県の情報システムの中に送り込むという。大地震に見舞われる可能性がある県内の自治体では、その時に備え対応できる職員をできるだけ確保するよう訓練を繰り返すことが求められています。